どうも、こんにちはいつもですね、映画やドラマの話をするですね、平和なチャンネルなんですけれども、ちょっとだけですね、現実の話をしたいなと思います。えー、立場上すぐですね、消せと、えー、誰かしらか、どこかしらか、えー、言われる可能性がありますので、編集する労力がね、見合わないので、ノ、えーの編集で、えー、取って出しでお送りしますけれども、なんか有志の方でテロップとかつけてくれる方がいたら送ってくれたらね、それを使う可能性もありますのでよろしくお願いします。えー、でね、まあ、松本ひとしさんのことに関してなんですけれども、まあ、対して別に過激なこととかは一切言いません。あの、あくまで、 え非常にこう常識的なえ範囲のことしか言わないと思うんですけど独自のこともほとんど言わないと思うんですけれどもえまずですねまあ基本的にこう YouTube でバーッと松本人志さんに関する動画がえ流れてきてそれをですね中毒のようにガーッと見てる中でえおすすめからたどり着いてくれた方がもしかしたらえ多いんじゃないかなと思うんですけれども基本的にですねまあ他のんまあ僕もですねそんなにこう えー、まっ、あ、とうなことを言う自信もそんなにないですし、まあ、ブーメランでもあると思うんですけれども、基本的になんか完全にこうなんか冷静にあの、筋の通ったことを言っている動画っていうのはほとんどないなという印象で、えー、結構危ないなと思います。それを聞いて納得してしまうというのは危ないなというのは思うんですよね。で、報道が事実かどうかっていう話、えー、そして性加害かどうか、で、性加害じゃなかったとしても倫理的にどうか、えー、そして権力の不当な行使なんじゃないかとか、えー、そ、そのあたりのね、論点がですね、区別ついてなくて、えー、その中の一箇所だけ自分の好きなところ という印象です。えー、でまあ現時点ではどこまで事実か分かんないので、えー、明らかに批判できるポイントっていうことに関して言うと僕は、えっと、もう世に、えー、しっかりですね本人ら側から出てることだけだと思っています。えー、でこの、えー、吉本って読むんですか吉本さんって読むんですかね、えー、会社僕知らない会社なんですけれども会社会社さんとですね、えー、ご本人松本さんの発信ですね、えー、っていうのが足並みが揃ってないっていうところと、えー えー、事実無根ですというふうに言い切ってしまう前に、いやいや、調査するべきでしょっていうところは、まあ僕は思うところです。えー、で、本人の SNS の発信、これは全部ダメ。えー、ほぼ、ほぼダメ。えー、0点だと思っていますし、えー、それのブレーンというかですね、これダメですよと言ってくれる人がいないことが明らかになっちゃったんだなと、と、えー、いうことしか、現状では、あの、ちゃんと批判できるポイントはないというか、えー、で、もしこういう構造というか、えー、図言システムですね、えー、っていうのがあっ たとするならばという前提で喋んなきゃいけない。あったという前提で喋ってはいけないというのは思います。というのと、え、あと告発した人に対して批判するっていうことっていうのは、え、これは、あの、どう考えても不勉強だなと思いますので、とある方がですね、とある影響力のある、え、着物を着る仕事の方がですね、え、言ってたりとか。 え、いろいろ、え、ありますけれども、え、メンタルについて喋る方とかが、え、いろいろと言ったりしてますけれども、え、これはあの、性加外であったかどうかは別として、センシティブな問題なので、慎重に話さなければいけないという、え、常識に則っていない、え、非常にですね、告発者叩きというのは論外だなということは大前提として、え、それ以外のことに関しては、結構、なんていうのかな、妄想になってしまうというかですね、え、自分の、たまたま言えることを言ってるだけっていう人が非常に多いので、 あんまりですね、アーダコードは言わない方がいいんじゃないかなと思いつつ、えー、このタイミングというのはですね、松本人志という、えー、人物、もしくはその人の現象ですね、松本人志という名前の現象について、えー、論じるタイミングなんじゃないかということはすごく思うわけですね。えー、なので、僕はあの昨日ラジオで、えー、コメンテーターをやってるラジオで、コラムでですね、大日本人というですね、 え、ほとんど、僕以外の人がほとんど、え、喋っていない。飲み会とかで、え、大日本人の話を僕はしたいんだけど、誰も、見たけど覚えてないんだよね、みたいな人しか周りにいないので、え、話ができないという、え、映画について、これは語るタイミングだということで語らせていただいて、結構反響も、え、来てるんですけれども、そういうことはしていいと思うんですよね。え、松本さんが今まで世に出している姿とか、え、発信とか、言ってきた言葉とか、え、おもとに、松本人志という人物が、え、まとってきた現象とは何なのかっていうことに関して論じる。これは、フェアだし、許されることだと思う で僕はそれに関してやっていきたいなと思っているので、えなんか、グレーなところ触りすぎは危険だとか言って怒られる筋合いも正直ないと思いますし、危険なことなんて別に何もやってんだって、松本さんが今まで出してきたものに関して言ってるだけなんだからっていう、今の松本さんを批判してるっていうことに関して言うと、僕は、あの SN、SNS の使い方が、あの、めっちゃ、なんか、なんていうの昔からタイムスリップしてきた人が使ってんのかみたいな感じですよねって言ってるだけです。はい。で、松本さんに関して、僕はもちろん好きです。 で、あの、影響も多分受けてるんだろうなと思いますし、えー、松本一志だったらこれどう考えるだろうな、みたいな、えことを、え喋、ー、る時の手口というか。 で、よくやってるぐらいですね。あの、影響はある意味受けてると思いますし、反発心みたいなものも常に、えー、持っている。で、これはもう、えー、カリスマというか時代の、えー、世界観を作った人でもありますから、えー、直接的に影響を受けてる、あのー、コメディアンの人っていうのは僕は別にいると思っているんですけれども、でもやっぱり前提として、えー、あまりにも支配的な、えー、人なので、影響はもちろん受けているというところで、じゃあどんなところが好きなのかという話をこの動画ではします。で、えー、彼が自分のお笑い論を語っている時っていうのは、これは好きですね。 これはめっちゃ好きですね。えー、で、納得いくにせよ、行かないにせよ、あの、彼のネタで、 基本的にはもうみんな笑わされてきているし、ええー、彼が最近作ったコントですね。おめでとうというコントが、えー、あるんですけれども、ええー、三2、3年前ですかね。なので、非常に最近の感覚で作っていると思うんですけれども、もう本当めちゃくちゃ面白くて、特番の中で、ええー、芸人さんがですね、ユニットで、えー、コントをどんどんやっていくという、えー、形の番組で何回かやってると思うんですけれども、キングオブコントの回という、えー、番組で、えー、最新の、確か日村さんとやってたコントは僕はあんまだったんですけど、それシンボルの時から同じことやってるじゃんって思っちゃって、えー、それはちょっとあんまだ たんですけど確かその1個前とかにやってた「えー、おめでとう」っていうコントめちゃくちゃ面白くて、えー、それは何回も、えー、見るぐらいですね引き続き彼のお笑いのセンスというかうんあ そういうことを堂々とできるのは本当すごいなと思うし、それが加害的有害じゃなかった場合には今でも好きです。うん。で、昔の作品とかビジュアルバムとか映画とかも、えー、なんか見返したりする機会っていうのは結構あるんだけど、まあ、あの、すごい面白いなっていうのもあるし、あの、あ、こういうことやろうとしたけど、 あ、こういうとこで止まっちゃってるんだとかもあるんだけど、別にそれはその、彼がプレイヤーとして世に出しているものですから、僕が偉そうとかそういうことじゃなくて、あの、個人のね、視聴者の感想として、うん、なるほどと思うところもあるんだけど、基本的には、その、必ずトライをしてるっていう、だから実験精神の持ち主ではあるので、えー、語るときも説得力があるんですよね。えー、こういうトライをしてこういう失敗をした、こういうトライをしてこういう成功をした、こういうトライをしてここには受けたのにここには批判されたとか、そういう、え、経験をお笑いに関しては、 死ぬほど積んできてる人ですね。だから鉄板ネタみたいなのをやんないじゃないですか。えー、自分の鉄板ネタとかできるようになっちゃったことっていうのはあんまり好きじゃないので、お笑いの世界ではとにかくどん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 新しいことを試していくっていう人ですよね。えー、で、プレイヤーとして求道者だったっていうのは全員が知ってるところだと思うんですが、あ、ちょっと頭にタオルも巻いて喋ればよかったですね。えー、求道者。 であるということはみんな知ってると思うんですけど、求道者として、えー、ちょっと偉くなりすぎてしまったから、今度は今何をしてるかっていうと、あの、ドキュメンタルとかでね、えー、ゲームメーカーとしてやってるわけですよ。新しいルールを作ってやっていこうということをしてる人なわけですよね。で、とにかく実験をしてきた数が多い。で、それはお笑いの世界においてだけだと思います。お笑いの世界においての松本人志の論以外は僕は信用できないと思っていまして、えー、つまりお笑いの論を語ってる時には、自分がやりたくてトライアンドエラーしてる実験の蓄積回数、思考の量っていう のが他の人よりダントツで多いんですよね多分ね で、これは下手したら僕はさんまさんとかよりも多いと思っていて、え例えば、あと落語家さんとかね、えとかの伝統芸能のお笑いの人とかよりも当然多いと思っていて、それは同じことを繰り返しやって研鑽を積むっていう、例えばさんまさんで言うと鉄板の下りとかがいっぱいあるわけですよね。で、それをやるっていうのもさんまさんは好きでやってるっぽいですよね。えで、落語とかも伝統的にこう繰り返されているものをやる。でも松本さんは繰り返しはほとんどやらない人なので、え実験のトライアンドエラーの、え実験を、つまり論文を書いた回数が一番多いみたいな人だと思います。お笑いの 実験をした回数も多いし論文を出した回数も一番多いから研究者として評価されているみたいな人だと思うので当然お笑いに語ってるついて語ってる論の部分っていうのはこの遺書ですね遺書僕はの付箋とかもつけてて非常に気持ち悪いですけれどもそして人に貸す用というのもねもう一冊持ってるぐらいですね非常にあのああなるほどなと思いながら読んだりとかわあ,あと思いながら読むところもあるんですけどあの本当に繰り返し読んでる本ですけれどもお笑いについて語ってる部分は納得できるところもあるしあそう見るんだと思うところもあって ううんと思うわけですね、うん、じゃあ、何が嫌か。好きな部分はお笑いの話をしている時です。嫌いな部分は、えー、この遺書でもあのよく、よく読んでください。あの新品でね、今松本人志の本を買えとは言えないので、Amazon リンクとかは貼らないですけれども、えー、中古とかでも大量に出回ってますので、ぜひ買って読んでいただきたいですけども、非常にですね、なんか、俺はモテるんじゃみたいなアピールをするんですよね。嫌ですね。めちゃくちゃ嫌ですね。 えー、モテキャラの人じゃないじゃないですか。えー、最初からモテキャラとして出てきた人では別にないじゃないですか。えー、ダウンタウンとして人気があるからワーキャラの人もいたというだけで、えー、かっこいいキャラクターとして出てきたわけじゃないですから、えー、その表現の中で別にモテるんじゃとかを別に書いてほしいと思ってる人ってあんまりいないと思うんですけども、そのあたりの需要とかはそんなにわかってなくて、えー、俺はモテるんじゃ。 とか、女遊びすごいんじゃ、みたいなことを結構書くんですよね。で、これは、あの、記録として残っちゃってるのは松本さんにとっても黒歴史なんじゃないかと僕は、えー、まあ、ウォッチャーとしては妄想しているんですけれども、なんかさ、モテキャラの人じゃないのに、モテで自己規定しないといけない辛さえー、生体験とかの、えー、破天荒さで自己規定しないといけない辛さっていうのが、これもしかしたら、今にも繋がっているんだとするならばとかも、えー、今の報道でちょっと、えー、うん、と思う部分ではあったりするんですよね。 えー、で、とにかくこう、自分が男であるということ、マッチョであること。で、これは筋肉的にマッチョだっていうことじゃなくて、えー、心がマッチョであることということに関しては、かなりですね、呪縛されているなということが非常によくわかって、それが見えちゃってる時の松本さんはあんまり好きじゃないなというのがありますよね。で、あとは、えー、お笑いの論を語っている時は好きなんですけれども、お笑い以外の論を語っている時は基本的にめちゃくちゃなので、あんまり好きじゃないです。えー、で、コメンテーターやられていましたけれども、ご自身ではやりたくないという、えー、ポーズを取っていましたけど、これ実際向いてないなと、えー、みんなが思っていたわけですけれども、ちょっとこう 炎上して、番組の注目度がま高まってということが、えー、繰り返されていく中で、番組側の、番組だけが得するという形で、えー。どんどんですね、コメンテーターとしても、なんかそれっぽくなっていったわけですけれども。えー、勉強するつもりがないというところ。そして、勉強を教えてくれるとか、忠告してくれる側近とか、ブレーンみたいな人がいないということですね。これは、もう、本当にもう、一回や二回の出現なら、まあ、しょうがないですけれども。まあ、調べてみてください。ワイドな消失現とかで、ウィキペディアとかにさえ、えー、非常に綺麗にまとめられていますので。えー、それを見ればですね。 これはですね、意見の有無とか、どっち派とかそういうことじゃなくて、まあ世の中でこういうことを思いついてしまう人はいるけれども、社会の存続のために、これからはそれはなしでいきましょう、という社会的合意がですね、えー、取られていることに関して、いや、俺思いついたんだけれども、という新鮮な意見として提示してしまう。ああの、松本さんすいません、その議論ってもう結構前に終わってるんですよ。えー、で、ちゃんと勉強してる人は知ってるんですよ。っていうことを、新鮮な意見として言ってしまうということを繰り返していたんですね。 全然ダメですね。えー、で、それが、いや、松本さん、あの、ワイドナショー続けるんだったら、そろそろ、その社会的な勉強とかを、えー、一週間の中で一時間、その、誰かとお茶飲みながらとかでもいいですからとか、えー、ちょっと移動中にね、なんか、えー、n d l e で電子書籍で本さらっと読んでいただくだけでもいいですからとか、えー、移動中にね、この人の、えー、YouTube とか、 え、電子書籍の音の読み上げのやつとかをちょっと聞いていただくだけでもいいですからわかると思うんでとか、そういうことを言ってくれる人すらいなかったってことですよね。いたけど聞こえなかった、無視していたっていうことの数年間がワイドのショーだったと思うんですよね。 好きじゃないですね。うん。てか、求めてないですね。で、松本人志さんじゃなくてもいい。えー、ちゃんとしたですね、コメンテーターとしての人間を育てなきゃいけないのに、テレビ局はそれをやんなかったっていうことじゃないですか。えー、これはもう日本の言論とか報道とかがやっぱ遅れていく部分で、えー、まあ、海外ではアンカーとかで、ね、言ったりしますけれども、えー、その報道しながら、まあ、だから、まあ、賛否両論はあるにせよ、例えば古立一郎さんみたいな、えー、人ですよね。まあ、古立さんも賛否両論あるとは思いますけれども、古立一郎さんみたいな人を育てる手を抜いて、 松本ひと,しというですね、えー、ネームバリューに乗っかって勉強させないでいろんなことを言わせるという構造のまあ、はっきり言ってめちゃくちゃな番組だと思いますけれども、えー、ワイドナショーの松本さんは好きじゃないですね、えー、だからお笑いのローンを語ってる時は好きワイドナショーの話ワイドナショーとかの、えー、お笑い以外の話をしてる時は、えー、好きじゃないなっていうところですねでどんどんいきます、えー、権威じゃない 時あの下にいる時の方が好きですっていうのもありますね、えー、北野武さんと対談しているところとか、えー、庵野秀明さんと対談しているところとかまあ何年かに一回見られたりしますけれども好きですね結構いいですねあの <laughs> なんか可愛い,いというか、えー、ちょっとビビってあの自分がまああの言葉を選ばずに言うとバカだと思われないようにしようとしている感じっていうのがういういしくてこれはあの本当に皮肉とかいじりとかじゃなくてあ 人間らしい部分というか、コミュニケーションにドキドキしている部分っていうのが垣間見えるときっていうのが、 結構好きなんですよね。うん。だそういうところをもっと見たいなと思っていたし、あの、これからどんどん置いていくに従って、どんどんこう丸くなってきた部分はあるというふうにも、まあ解釈できる部分もあったので、えー、そこからですね、どん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 こう、え、異業種の人と対談とかしながらですね、えー、ちょっとずつこう、可愛い部分を見せてくれるのかなと思っていたんですけれども、まあ SNS の使い方を見る限り、あんま治ってないんだなということが分かってしまった。えー、たけしさんとの対談とか、 え何言ってるかあんまり分かってないけど、たけしさんに話を合わせてる感じみたいなのが僕はすごい伝わってきて、あの、嬉しいし、安野さんとの対談もあんまりこう、話が中身がなかったので好評ではなかったですけれども、松本さんが安野さんにビビってホストしてる感じとかも、あの、新鮮で、そういうところがもっと見たかったなと思っているところです。うん。 で、あとはですね、三つ目。えー、一つ目は、えー、お笑いの話してるとき。二つ目は、あの、後輩側にいるとき。下側、まあ、えー、安野さんと先輩後輩どっちかわかんないですけど、えー、まあ、あの、ビビってるときですね。えー、偉い人っていうか、ま、あ尊敬してる人ですね。ちょっと、意見してる人、尊敬してる人と一緒にいるとき。で、えー、三つ目がですね、友達といるときですね。で、友達って、これもあの、本当にウォッチャーとしてはただの推測妄想なんですけれども、ほぼいないですよね。うん。 で、大物有名人、大物芸能人って、やっぱ横で繋がっていくし、お互いの、こう、仕事とかもリスペクトしてるし、松本さんファンなんですって言ってくれるこうミュージシャンの人、俳優の人、これいくらでもいると思いますから、近づいてくる人はいっぱいいると思うんですけれども、おそらく誰のことも多分面白いと思えていないと思うんですよね。で、大物芸能人同士でつるむっていうのは、例えば、えまあ、 トンネルズさんだったらこの人と仲いいとかあるじゃないですか、えー、誰々と友達なんだよねがお馴染みになってるってあると思うんですけど松本さんやっぱ異常にないですよね、えー、例えばタモリさんだったらこう音楽の人とつながってるとかこういうのがあると思うんですけれども松本さんが異業種のこういう人と親しいって本当にないですよねでここでは名前出すとちょっとネガティブな感じになっちゃうので言わないですけれどもま一、あ、人だけね唯一ちょっとこの人と仲いいっぽいよなっていうなんか連絡を取り合ったりするんだよねとか旅行に行ったりするんだよねっていう話をしてる 異業種ですね芸人さんお笑いじゃない人っていうのが1人だけ思いつくんですけどその人と一緒にいる時はちょっと好きですねちょっと楽しそうっていうかあ友達と仕事できてよかったねとも思うしだからねこれも本当にもう松本さんのなんか人生を勝手に推測することになっちゃうんですけども要はそのダウンタウン・デラックスとかでもその自分が面白いと思ってない人。 の話をを面白くししななきゃいけないいけけっっててう仕事をずっとしてるわでですよねでそれで大金をでですすねね回何百万とかもらってるわけですよ、ね、それはさプライベートでさ自分より面白くない人と話すの無理だよねとも思うんですよだからそれはやっぱお笑いの求道者としての、えー、まあまあしょうがないですね呪縛というか、えー、まあ病理ですよねとも思うんですけれどもその結果ですねどういうことになっちゃっていたのかっていうとまあ今回の報道がもし事実だとするんであればお金 を介してしか人とコミュニケーションが取れないという。で、お笑いの世界以外では、えー、人と絡めないということになってしまってるってことですよね。えー、だから趣味も、えー、趣味ってないですよね。趣味、趣味は筋トレですけれども、趣味、筋トレ以外にパッと思いつかないですよね。で、これって結構異常なことだと思うんですよ。他の有名芸能人、すごく稼いでらっしゃる有名な人たち、趣味も、異業種の友達も、 視聴者がパッと思い浮かばない人って他にほぼいないと思うんですよね。え、で、これって結構見過ごされてきた松本人志というえ人物像、そして現象えのですね、結構欠点というか、結構ですね、怖い部分だなというふうにも思っていて、で、それは本人が可哀想な部分もあるんですよね。裸の王様にされてしまったということ。ま、報道では自分で前裸になったと言っていますけれども、え、と、されていますけれども、裸の王様になっている人の特徴としてですね、非常にこう、なんていうのかな、純文学的というかですね、え、ー レオナルド・ジカブリオさんとかがね、えー、やりそうな <laughs> え立場になっているというのは、これ、えー、悲劇でもあるんですけれども、あの非常にですね、想像はつくんだよなっていうところはずっと前からあったっていうことですよね。えー、で、結果何をするかっていうと、後輩と支配的なコミュニケーションをする、えー、で女性をま性的に支配するっていうことしか人と絡む回路がなかったのだとするならば、 ちょっと納得もいってしまうんだよねっていうのが、えー、ちょっと長年の松本人志ウォッチャーとしてはですね、今回の報道が驚きではなかった部分ですね。えー、で、ま、報道は驚きではなかったんですけれども、SNS の使い方、本当に何回も言って申し訳ないですけれども、あの、携帯取り上げてください。あの、松本人志さんのスマホを募集してください。誰かが。ね。他事務所の方でもいいです。芸人さんが松本人志さんのスマホを募集すべきだと、えー、僕は思っているんですけれども、できないんでしょうね。えー、吉本さん、吉本さん、会社の名前僕ちょっとわかんないんですけれども、えー、が募集できない。 で、SNS ではこうしてくださいという、えー、指示というか契約もできないということになっちゃっている。松本人志のスマホを今すぐ没収せよというのがこの動画の趣旨でございます。<laughs> で、えー、すいません。えー、4つ目、えー。家族の話でいじられているとき。これも好きですね、えー。プライベートの話が。 あるんだっていうことがびっくりですし、えー、小本能の一面を暴露されているみたいな下りが最近では結構あったりするんですけれども、えー、そういう時は好きですね。そういう時はちょっと素が見えるんじゃないかなっていうところがある。で、まあ、あとは、まあ、放送室が良かったのは、まあ、もちろんあの中でも有害な発言っていうのはいっぱいあったけども、それは今のスタンダードで裁くとそうだっていうことだとは思うんですよ。当時はみんな笑ってたわけですし、えー、狭いですね。本当にファンの界隈で消費されていた深夜のラジオですから、それ自体に僕が問題あるかっていうと、えー、そこまで それを言い出しちゃうとなとは僕は思ってるんですけれども、あれはその高須さんというですね、幼馴染みの放送作家の人が、いや、自分それは違うでって言って、こう、ガッと論争になっていくっていうところ、え、がですね、半分素ですよね。え、幼馴染みだし、え、ずっと一緒に仕事してるけれども、高須さんは松本さんにビビってないから、多分、聞いてる感じね。本当はちょっとその気使ってる部分っていうのは一応あるとは思いますけれども、他の共演者の人と比べるとやっぱ圧倒的にビビってないから、浜田さんと高須さんはやっぱビビってないから、ビビってない人と喋ってるところっていうのは非常に良かったんですよね。 あとは筋トレする前ですねえ筋トレ筋肉が見える時点でちょっとあんまり好きじゃないかもっていう感じ筋トレする前痩せてる時の映像を見ると今でも好きだなってちょっと思ったりしますよね、えー、筋トレの話も自分でしないところがちょっと不健全だなと思っててしてほしくない趣味の話ぐらい 唯一の趣味なんだからさっていうね。まあ、他にもあって隠してるのかもしれないですけど、お笑い以外の部分をもっと出せる人だったらよかったのにとも思うわけですね。うん。で、あとは SNS で自虐の小ボケをしてる時というのが、えー、好きなところでございます。で、えー、今回のことがあってから、えー、4つですね、えー、それに関するツイートっていうのがあるんですけれども、えー、ワイドナショー出演は 休業前のファンの皆さん、いないかもしれんが汗へのご挨拶のため、顔見せ程度ですよというツイートが1月9日に出てるんですけれども、これのカッコない好きですね、僕ね。いないかもしれんが汗のところ好きですね。うん。それ以外全部ダメです。それ以外の過去の3つのツイートは全部ダメです。なんで、なんでダメかは、わかんない人は自分で考えて調べてください。ということで、松本さんの好きなところ、ランキングということで、何個言ったのかなえっと、そうですね。 えー、自分のお笑い論を語っている時と、えー、権威じゃない時ちょっと下側にいて相手をリスペクトしてるっぽい時友達といる時、えー、家族の話などでいじられている時筋トレする前 SNS の小ボケをしている時、えー、高須さんといる時7つですね7つって感じですねうんっていう感じかなうんまあどうせ何かしらの形で怒られるんでしょうから消すことになるかもしれないですけれども、えー、興味のある方が多いんだなと分かってあの消さなくて済んだ場合には。 松本,ひと,し松本ひとしさんって言えなくなってる松本ひとしさんって最近言いすぎて逆に言えなくなってるんですけど、えー、松本さんについて僕は思うところがいっぱいあったしあの論じるチャンスというまあチャンスっていう言い方は悪いですね性加害の、えー、報道のタイミングですから、えー、これを地下としてというかこれに乗っかって何かをしようとしてるやつは全員最悪だと僕は思うんですけれども、えー、松本さんについて論じるタイミングがいよいよ来たなというのはちょっと思いますので、えー、怒られなければ何本か動画を出していく可能性もありますが基本的には普段は映画や ドラマの話を平和にするチャンネルでございます、えー、引き続き皆さんのまあ意見があればコメントに書いてくださいありがとうございました